アムリタシェールギルは、ハンガリー出身のインドの画家。インドのフリーダカーロとも呼ばれ、20世紀のインドで最も重要な女性画家とみなされており、ベンガルルネサンスの立役者でもある。ハンガリーブダペスト出身。父、ウムラウ、シンシェール、ギルマジェシアは、パンジャーブ人、祝ク教徒で、サンスクリットごと、ペルシア語を講じ、母、マリエ・アントワネット・ゴツマンは、 ユダヤ系ハンガリー人でオペラ歌手だった。8歳で一家挙げてインドへ移住し、本格的に絵の勉強を開始した。16歳になった時、絵の勉強をするために母親とヨーロッパに移った。はじめパリのグランドショミエール芸術学校でピエール・アン・リバイアンやルシアン・シモンに学び、1830年からは4年間、エコール・デ・ボザールで学んだ。フランスの有名画家、 ポール・セザンヌやポール・ゴーギャンの影響を受けた。リュシアン・シモンや学生仲間のボリスタス・リツ・キーラからも影響を受けた。1932年に若い少女たちを描き上げサロンで絶賛された。1934年にインドへ帰国するとカルカッタを本拠にインドの伝統芸術に反を取りながら近代絵画の創作を続け、1938年に いとこのビクトル・イーガンと結婚。ラビンドラナートタゴールやジャミニロイと共にベンガルルネサンスの担い手となるがラホールで古典開催の準備中に腹膜炎で休止した2016年1月30日のグーグルドゥードルに生誕103周年として3人の少女たちの群れと共に取り上げられているありがとうございます